ビちゃん、今どこも不景気でしょ。だからね、企業を運営するためにね、今夜は、その、頑張ってるお企業さんの、その、涙ぐましい努力をね、ご紹介しようかなと思ってんのよ。え？いつもディスってるばっかのおばちゃんが、今日は応援する動画？え、何それ？何？おばちゃんディスってばっかなんかいないわよ。うん。それじゃあね、今日はね、これおばちゃん初めて見たときさ、自転車がパンクしたときにピタッと貼るやつあるじゃん。あれをちょっとカットしたやつかなと思ったの。何これ。逆にこういうことする労力の方がお金かかってんじゃないかなって思える。どうしてこんなことするの？やっぱりパンクしたんじゃないのかしら。これなんかどうかしら。企業努力が出てるでしょ。どうかが。だって、卵ってトゥルンっていくじゃん。だからトゥルンっていかないように設置するこういう、なもう職人芸だと思うのよ、おばちゃん。いやでもこれ、パッと見、一個丸ごと入ってるって思うよね。え？これって、こんなの、なんか野球観戦しに行った時に誰かが食べかけみたいな、食べかけっていうか食べ残し？そんなレベルの量しか入ってないってこと？いや、ラビちゃん。これね、空気も入ってんのよ。え？空気？空気で金取るの？なんか新鮮な H2O が入ってんじゃないのかしら。うん、よくわからないけど。うん。買わないけどね、おばちゃん。あら、これはちゃんと具がいっぱい入ってるじゃん。まあ、素人はそう見るわね。え？だってちゃんと具がガッツし入ってるよ。サイズがちっちゃい。具がいっぱい入ってるよ。現実を見なさいよ。いや、だって具いっぱい入ってるじゃん。ダメよ、見ようとしないのは。うん。見ようとしないのはダメですよ。え？何これ？え、こんなちょこっとになっちゃったの？普通カスタードって真ん中に入ってるもんじゃないの？ラビちゃん、これ企業努力よ。何その企業努力って。だってこれ見たらさ、お客さんぶち切れるでしょ？そういうぶち切れるお客さんの気持ちを感じないという、うん、そういう企業努力は買ってあげてほしい。いや、ラビがお店経営して、こういうのは出せない。お客さん怒るの怖いもん。でしょ？感じなくなるっていう企業努力は買ってあげてほしいのよ。うん、これなんか、だってもう、袋の中7枚っていう。え、これ、いぶりがっこじゃないの？見えなくはないけどね。いや、いぶりがっこなのよ。あ、でもね、ニューデイズもね、頑張ってるみたいよ。ちょっと待って、これ、ハム、編んでるっていうか、折ってる方のが、これ、人の手かかってるから、いっぱい作ると時間かかっちゃうでしょ。逆にお金かかってんじゃない？しかもこの緑のパッケージ、なんか野菜が入ってるみたいな、もうカモフラージュ。いや、まあ、この迷彩効果、もう軍事マニアにしたら、ビビッとくるんじゃないかしら。いや、軍事マニアでもブチ切れると思うんだけど。ええー、でも迷彩効果、抜群だと思うんだよね、ばっちゃん。そういえばね、スシロー、最終利益 72% 減？まあ、おとり広告とかさ、いろいろ不祥事やらかしちゃったじゃん。だから、72% の利益が減少しちゃったっていうのあるんだけど、スシローもね、企業努力を、ちょっと、垣間見えるところがあるのよ。スシローが？まあ、利益下がっちゃったのは、まあ、物価が高騰しちゃって、一番安いお皿でもまあ、150円になっちゃったっていうのはしょうがないと思うのよ。まあ、こういう、豚塩カルビを注文したお客さんのところに照り焼きチキンが流れてきて、もう一度注文したら、今度はネギがないっていう、こういうね、凡ミスを2回繰り返すとか、多分ちゃんと教育できてない人を、ちょっと現場に投入しちゃってんのかなと思うんだけど、箸だけはね、リッチにしてくれてんのよ。箸だけ？
え、なにそれ。ね、これリッチでしょ。やだよ。これなんか贅沢にもいっぱい持ってくれてるってことじゃないのかしら。落ちてるじゃん。これがなんかバブリーってことなんじゃないのかしら。でもね、いろんな今メディアがね、スシローのこのさ、最終利益 72% 減のニュースを報道してるんだけども、産経ニュースウエストだけは、やっとくれてんなや。え、やってくれてる？え、どれ？普通の SNS じゃん。よく見てよ。え、よく。え、何が気になるのかちゃん。お姉ちゃんが映るとき選んだべ。あー、わかる。これは産経狙った。他のね、メディアの SNS とかそういうの見てても、引いててるもん。だってこれ見てる人の方が多いのよ。だから間違いなくお姉ちゃんが通るときに撮ったやつを、SNS でわざとアップしたと思う。特に右の食い込んだれがな。食い込んだれがね。おばちゃん、これも企業努力？企業努力です。ビビッとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。